こんにちは、市役所です。前半は伊波の里海づくり協議会の活動について会長の宇木さんと生活環境課の柿見さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。まず宇木会長、伊波の里海づくり協議会ではどのような取り組みをされているんでしょうか。はい、協議会では伊波内湖を市民共有の宝物として次の世代に伝えていくために、一人一人が今日からできることを考えて取り組みを行っています。はい、環境ボランティア団体である伊波内湖の自然を守る会をはじめ、伊波内湖周辺の自治会や土地改良区、漁業組合、町づくり協議会、そして有識者など23の団体と個人で構成しています。はい、具体的にはどんな活動をされているんでしょうか。はい、主な活動としては毎年6月に昔のようなモロコやフナなどの琵琶湖固有の生き物でいっぱいの伊波内湖を取り戻すために、能登川水車とカヌーランドにおいて外来魚駆除釣り大会を開催しています。はい、また12月には冬の風物詩であるヨシ狩りを実施しています。はい、今お話にありました6月の外来魚駆除釣り大会、どんな様子でしたか。はい、今年度は6月16日日曜日に開催し、参加者384名という盛況ぶりで、ブルーギル255匹とブラックバス1匹を釣り上げ、総重量が12キログラムにもなりました。そうなんですね。そして先ほど12月にはヨシ狩りもされていると伺いましたが、このヨシ狩りはどんな様子なんでしょうか。はい、ヨシ狩りは昨年12月1日に伊波町自治会やヨシで琵琶湖を守るネットワークの協力により実施しました。約300人の人に参加をいただき、約5000平方メートルのヨシ狩りを行いました。はい、外来魚の駆除やヨシ狩りなど本当に様々な活動を展開されているんですね。ではその他にはどんな活動をされているんでしょうか。はい、近年伊波内湖周辺では外来魚だけでなく外来水草が問題となっています。はい、湖で暮らす生き物に大きな影響を与える長江鶴のゲイトウや大花水金杯という特定外来種の水草が発生しています。はい、今年度も外来水草が広がらないように定期的な駆除活動を行っていきます。お願いいたします。伊波の里海づくり協議会ではお子さんから大人まで、また周辺の地域から市内市外の方まで幅広い層の皆さんが参加できる様々な活動をされているということがよくわかりました。では最後に番組をご覧の方にメッセージをお願いします。はい、今後も様々な活動を実施していきます。市民の皆さんに広報東近江や東近江スマイルネットなどを通してイベントをお知らせしていきますので、ぜひ参加してください。また昨年度には伊波内湖の農村景観は重要文化的景観に選定されました。はい、美しい日本の原風景を守っていくためには、私たち人間の社会生活の在り方を見直すこと、また人が自然と適切に関わり良好な自然環境を維持し次世代に引き継いでいくことが必要となります。少しでも興味を持たれる活動がありましたら、まずは気軽に事務局まで連絡してください。皆さんの参加をお願いします。前半は宇木会長柿見さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。